皆さん、おはようございます。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は、元気にしております。では、寝起きの一人語り、スタートさせていただきます。よう寝た。何時間寝たかな。8時間半ぐらい寝たような気がします。ほんとよう寝た、今日は歯医者さん行かなきゃいけないんですよ。実は差し歯が取れちゃって年末、はい、そうなんですよね。それまたはめ込まなきゃいけなくて、はい、そうなんですよね、はい、はあ、めんどくさいな。まあしょうがないです。行くしかないですね。はい。まあ南小岩は歯医者さん多いんで、はい。まあけど一番新しくできたところがあるんで、つい最近、はい。何ヶ月か前にオープンしたところがあるんで、そこだとまあ設備が整ってるかなと思って、はい。そこに行こうと思ってます。まあ、あのタイプが、その刺すタイプが、あの神経を抜いたところになんか刺してるだけなんで、接着剤でついちゃうんですよね、はい、あのなんていうか歯は残ってて神経の穴だけ残ってるみたいな、あ、抜いてあるみたいな感じなんで、だからちゃんと歯が今触ったらありますしね、はい、まあ、そういうタイプのやつなんで、まあ、すぐつくと思うんですけど、はい、ついでにお掃除もしてもらおうと思ってます、はい、あ、そういう時はお掃除できないんですかね、もしかしてわかんない、聞いてみよう。まあそんなことでね、はい、今日も頑張りますよ、はい、何を頑張るか分かんないですけど頑張ります、はい、よっしゃー、あー、起きてきました。じゃあこれからシャワー浴びて家事して、それから
ヤフーニュースぐらいはやって、それから行きたいと思います、歯医者に。はい、歯医者の時間調べとこう、その前に。はい、ということで、はい、寝起きの一人語り以上でございます。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。良い一日を。